綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、大島さらさです。埼玉県出身です。ベストスコアは69で、好きなクラブはショートアイアンです。優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。北海道出身の山沢ゆめのです。ベストスコアは64です。優勝目指して頑張ります。お願いします。千葉県出身の加藤優子です。ベストスコアは67で、好きなクラブはウェッジです。今日一日頑張ります。失礼します。ナイスショット、ややドローでフェアウェイ左です。特に問題ありません。ナイスショット、ややフェード、フェアウェイ右側、ナイスです。やや右がストレートボールでフェアウェイキープです。ナイスショット。加藤さんの1番ホールティーショットは右斜面です。プリファードライですので、今日は吹くことができます。残り約135ヤードです。グリーンやや左ちょっと手前でした。増田さんのティーショットフェアウェイです。残り120くらいでしょうか。高い球で来ました。ナイスオンです。大島さんのセカンドショットです。残り100ヤードぐらいです。グリーン足りませんでした。大島さんの3打目です。あとまで約10ヤードぐらいです。ナイスです。1メートルぐらいに寄りました。加藤さんの3打目です。浅田さんのバーディーパット約4メートルぐらいです。ナイスパーです。加藤さんのパーパット、惜しくも届かず1番ホールボギーです。大島さんのパーパット1メートルちょっとぐらいでしょうか。ナイスパーです。2番ホール打ち下ろしの左ドッグレーク、セカンドショット地点の右側に木があるのでそれを避けたいところです。大島選手1番ホールパーで2番ホールのティーショットです。
深い球でドローがかかってフェアウェイ左端で右の木はうまく避けてます。浅田選手1番ホールパー、2番ホールのティーショットです。ナイスショットですが、右にフェアウェイ右に木があるのでちょっと行ってみないとわからない感じです。加藤さん1番ホール残念ながらボギーでした。2番ホールティーショットです。ナイスショットです。ややドローがかかってます。木は問題なさそうです。浅田選手のティーショットはいい位置です。木も避けて、左にある池も避けていい位置です。残り145ヤードぐらいでやや向かい風です。まっすぐ綺麗なショットです。ナイスオンです。大島選手のティーショットはフェアウェイ左端にありました。ここから約140ヤードぐらいです。高い球でナイスオンです。加藤選手のティーショット、左の低いところに打ち込んでます。残り130ぐらいです。低い球でちょっと噛んだ感じでグリーン手前15ヤードぐらいのところです。加藤さんの第3打目です。ややグリーンオーバーです。6メートルぐらいオーバーでしょうか。大島選手のバーディーパットです。ちょっとショートでした。浅田選手もバーディーパットです。似たようなラインですので大島選手のラインが参考になっているかと思います。惜しい。ナイスパットでした。ナイスパーです。加藤選手のパーパットです。先に打った2人とこれも似たようなラインです。残念、連続ボギーとしてしまいました。大島選手のパーパットです。1メートルもなさそうです。おっと、ボギーにしてしまいました。3番ホールパー3です。浅田選手のティーショットです。グリーンちょうど乗ったぐらいでしょうか。旗の左手前です。次、大島選手の3番ホールティーショットです。一応スコアカードでは150ヤードとなってます。
願いします。ちょっと短いかもしれないですが、旗の位置がはっきり見えないので何とも言えないところです。加藤選手3番ホールティーショットです。ちょっと短いかも、行ってみないとわからないですね。グリーンに来てみたらティーグラウンドから見えなかったんですけれど、皆さんいいところに乗ってました。加藤選手のバーディーパット7、8メートルの上りです。距離はバッチリでした。ナイスパーです。ナイスパー。増田さんのバーディーパットです。5、6メートルスライスしそうです。惜しい。ナイスパットでした。ナイスパー。大島選手のバーディーパットです。約4メートルぐらいスライスしそうです。やや右に切れました。ナイスパー。